2モデルが5月下旬発売価格情報。ケンウッドから2カメラドライブレコーダー。DRV-MR775CDRV-MR770 の2モデルが新登場。基本機能は共通で DRV-MR775C には、駐車録画対応電源ケーブルが同梱されている。 いずれも5月下旬より発売される。DRV-MR775C、駐車録画対応電源ケーブル同梱オープン価格、市場推定価格は35,800円前後。DRV-MR770 オープン価格、市場推定価格は34,800円前後。同社のドライブレコーダーは、 様々なニーズに対応できるよう幅広いラインナップを揃えているが、その中でもハイエンドモデルとして位置づけられる。それだけに最新の技術やノウハウが投入され機能性の高い一台に仕上げられている。フロントカメラを内蔵した本体と、リアカメラユニットを組み合わせたベーシックなスタイルで、DRV、v MR770 はアクセサリーソケットから DRV MR775C は車両配線から電源を取得本体リアカメラユニットとともにコンパクトサイズのため目立たずスマートな取り付けが可能だ解像度 2560×1440WQHD で記録多くの機能を備えているが 最大の注目ポイントは、業界トップレベルの高画質を実現していること。フロントカメラは一般的なドライブレコーダーに使われているフル HD1920×1080 画質よりも、約1.8倍も高精細な WQHD2560×1440 画質を達成。また、 ケンウッド独自の映像、車載技術から、生まれたハイ、クリアチューン、ハイクリアチューンによって、総合的な画質向上が図られている。夜間トンネルなど暗所での撮影にも強く、前後カメラともセンサーには、高感度性能に定評があるスタービや F1.8 の明るいレンズを採用。 スモークガラスの影響を受けにくい7段階の明るさ調整機能も利用できる。駐車録画音声コマンドについて。そして、使い勝手に優れているのも大きな特徴。運転姿勢のまま声でコントロールができる音声コマンド機能を備え。緊急時の手動録画、静止画撮影、常時画面の切り替えなどが行える。 危険者を素早く検知して自動録画する。前方割り子、前方打光運転警告、後方空接近警告などの搭載も心強い。また、DRV-MR775C は同梱の駐車録画対応電源ケーブル。DRV-MR770 はオプションの車載電源ケーブル CA-Dr.100 によって、 注射録画モードを利用できる。これにはバッテリーの電圧監視に対応した最長24時間の注射録画を実現する常時監視モードと注射中に衝撃を検知すると高速で録画を開始する24時間365日対応の衝撃検知録画モードの2種類がありニーズに合わせて使い分けられる。なお、 ケンウッドでは今後ドライブレコーダーのラインナップを機能や採用デバイス、コンセプトに基づいたチューニング、ハイ、クリアチューンに応じて新たにシリーズ化、本機が属するハイエンドモデルの X シリーズ、ミドルレンジの G シリーズ、エントリーモデルの R シリーズを展開するという、